これは、ね、大ニュースだと思うんですけどあの自民党と公明党の間がかなり怪しくなってますね。あの東京都の、まあ、これから衆議院の選挙はいつかあるわけですけれども東京都の自民党の立候補者に対して公明党が、えー、支持をしないということに今のところ行き着いているようなんですね。まあ、東京28区の 立候補をめぐるる争いといととうことになってるんで,すがでまあですので公明党の対応の仕方としては、えー、なんていうんでか、その東京都でっていうふうに限定をしてるんですが、えー、公明党のトップの方がどうやら、えー、もうついていけないっていうことを言ったっていう話があってですねまあ安全保障問題なんかでもまあ 公明党としししては苦労したんでしょうあの例の安保法制の話なんかね、えーまあ公明まあ、どう見てもあの、あの解釈会見によって、えー、集団的安全保障っていいんでしたっけ、<laughs> まあ道連れになっちゃうやつですね、それへの道が開かれたわけですけれど、まあ、安倍さんの最大の犯罪と言っていいと思いますけど。 それに対して、えー、公明党はずっといやそうじゃないんだっていうまあ歯止めをつその作ったんだと歯止めの役割を果たしたんだと言ってきましたけれどどうもその辺が、えー、そろそろ怪しくなってきて、まあ、きっかけはもしかしたら28区の問題なんですけどそうじゃなくて、えー、これはあもしかしたら 事故連立の解消っていう方向に話がいくのかもしれないですね。となるとこれ本当の大大事件じゃないですか。自民党の議員で公明党あるいは創価学会の票をで、まあ、下駄を履かせてもらって当選してきたような人というのはいっぱいいるわけでしょ。東京だけでももし公明党創価学会の支持が得られなかった場合に。 落選するともうそ,そういう計算をいろんなところは始めてますけど確かどっかで7人とかいう話がありましたけどね7人で収まるのかどうかそれはあのこれからの政治家庭の進み具合によってもいろいろ変化があると思いますがまあそうなるとおそらくおそらく維新が出てくるのかなっていう感じがちょっとしますね。まああの これあの昨日収録してまだ公開されていない「えー、東京新聞デモクラ TV エクストラ+」プラスというあの大変長いタイトルの番組がありますけれども、えー、東京新聞の記者さんたちと、えーまあ、稲熊さんそれから、えー、富田さん、まあ、そして私がまあつけあの加わらせていただいて <laughs> まあ1時間話す番組なんですけどもそちらの方で、えー、自民党 というか与党担当の、えーまあ、キャップの方が大変詳しくいろんなことをお話ししてくださってますので、えー、そのうち公開されますのでぜひ見ていただきたいんですが、えー、どうも岸田さんと公明党の間にはかなりいろいろ圧力があるというか表になかなか出にくい、えー、まあなんていうんでしょうかね、まあ、恥をかかされたとか。 そういうことです、ね、そ,ういうそのなんていうんでしょう仲良しの正反対の <laughs> 関係があるんじゃないかなっていうことだと思うんですが、えー、まあ仮にでもそうなった場合に、えー、総選挙の情勢というのはこれはまた混沌としてくるのはもう必要で、えー、まあ特に立憲民主党がどういう姿勢を取るかということに関してどうも安定しないし。 ななんかね、えー、頑張ってねと言いたいところなんですが、えー、地方議員の、ね、立憲民主党の方が、なんか偽ブランドをめ、なんかあのいわゆるフリーマーケットのアプリで売っちゃって、あの議員辞職、あるいは除籍か除外か知りませんけど、なんていうね、あの不祥事もあったりしますので。 そりゃまずいよね <laughs>。っていうことがちょこちょこと出てきちゃいます。スポーンと今の政治課題に答えられるのはこの政治勢力だっていうことが誰の目にも明らかになるような形で、えー、事故連日の後の、えー、いわば政態を決めていくそういう局面に入らなければ、えー、日本の政治はいつまでたっても ぐったらぐったらしていくような感じがいたします。えー、とそれから一つ付け加えますと、あのー、G7 のことがありますね。で G7 についての評価というのはいろいろあると思うんですがまああの昨日東京新聞の方と話し東京新聞の方はまあおしなべて大変否定的でした。 でまあ、それの内容はよく分かります私もあの同感するところがあるんですけれどもただ今回に関しては、まあ、ロシアによる核使用を何とか止めなければいけないという課題に対して、えーまあ、岸田政権は、えー、G7 の議長国として、まあ、広島で開催したことそれから、えーまあ、いろいろ批判はあるにしても 首脳を眼首揃えてです、ね、原爆資料館を見せたということあの焼けただれた三輪車の姿をおそらく見たんでしょうそれはあのイギリスのスナークさんだったかな、えー、割といろいろ話してくれる方みたいでどういうことがあったかどういうものを見たかということについてスナークさんはどうも取材に応じてくれるらしくてそういう話がありました。 あのこの事実は絶対にその動かないけれども世界でただ一つただ一国、えー、罪もない老若男女の頭の上で核爆発を起こさせた国それは、ね、あのロシアだ中国だっていろんなあの批判がありますけれども核の問題では北朝鮮にしてもでもそれを実際にやったのはアメリカだけなんですよね。 でそのアメリカの大統領とそのアメリカにとの間で、えーまあ、一の同盟を組んでいる、まあ、NATO 諸国と、まあナトーねアメリカもその中の一員ですけどそして日本その人たちがその極めて非人道的な行動に関してねその証拠物件をですよ、えー、全員並んでみたわけでしょ。 このことの持っている意味っていうのは小さくないと思うのであの私はその成果に関してはあのむしろ、えーまあ、評価するという側で議論をしたいというふうに思ってましたしそのようにしましたあのー、まあ無理やりあの実は同じだって言う必要もないんですけれど 別に期待ししてたわけじゃないでしょ <laughs> 変な話。岸田さんがね、そこで例えば、核禁条約に参加する意思をねあの、表明するなんてことが、この状況ではないでしょう。うん、で、そんな中で、えー、何か褒めてやることがあるとすれば。 えー、そのくらいだろうっていう気持ちもまあ私にはあったんですけれども、まあ、とにかくそういう格好ででも逆に言うと少々議論ができたので非常に良かったなというふうに思ってます。問題は、えー、仮に良かった点があったというふうに褒めたとしても,しても問題はその先であって、えー、とりあえず岸田政権できることとして これは絶対にクリアしてほしいなと私は思っているんですけれど少なくとも次の核権条約締約国会議の際にドイツと並んでまあ並ぶかどうかわかりませんけどねドイツが先般行ったようにオブザーバーとして参加すべきそういう道筋にたどるためのまあ一つの条件を 今回、まあ、満たしたとまだ言えないかもしれませんけどもそういう条件に近づいたんじゃないかというふうにまあ思っておりますあのまあ私がこういうことを言うついうつ言うに関してはおそらくいろいろと批判もあるだろうと思いますのでどうぞ遠慮なくなすってくださいえー、っとでですねえこっから先 まあ冒頭にお届けする話として、まあ、銃の話ですねあの日本の、まあ、一般人が持てる銃というのは猟、えー、銃なわけですね。で猟銃の中には、まあ、2種類あって、まあ、ライフル銃とそれから散弾銃というのがあるでそれ以外に空気銃というのもあってこれも厳格に管理されているわけですが。えー こういうものを持っている人の数というのは実は、えーまあ、これ大日本猟友会なんかのホームページで、まあ、ちょっと勉強させてもらったんですが、まあ、やっぱり年々減ってるんですねでまあ日本人はどんどん銃を持つようになっていってるかっていうとそんなことなくて、えー、まあ猟銃が。あ まあ減ってきてきいいいるとととうことだと思います、ね、ただ今回あの2023年のこの事件長野県中野市の、ね、事件で、えーまあ、銃によって亡くなった方は警察官2人ですけど、えーまあ、銃をまあ持ちつつというべきか。 なんかナイフかなんかで、女性を二人殺してますよね。まあ、なんとももごたらしいんですけれど。亡くなった方は四人っていうね、えー、ことです。で、これ、やっぱり。銃、その警察官を二人、一つの場所で殺害するなんていうことは。やっぱり銃がなければね。あの、ありえないことだと思いますが。<laughs> 実は、ね、2010年にやっぱり4人死亡してる事件があるんですよ。これ大阪の羽曳野っていうところなんですけど、えー、40歳ぐらいだったかな男性がまあ離婚話をその妻の母親つまり義理の母ですねと、まあ、飲み屋さんでしていて。 激光して家から三段銃を持ち出して、この人も五兆持ってたんですけど、三段銃を持ち出してそこでぶっぱなして、その後彼は自害をするんですけど、四人死亡するという事件がありました。これ私直前に全然関係ない取材で、この犠牲になったまあ義理の母親と。 それから犯人と犯人の奥さんと全く偶然なんですけどお目にかかってるんですよねだからちょっと生々しいんですけれどまあそれからもっと遡ると1987年の5月3日これはもう忘れられない日ですけれど赤方隊の事件がありました。 まあ一連の事件があってこの5月3日には朝日新聞の阪神支局が襲われて記者の方が死傷すると <coughs>、まあ、お一人亡くなったわけですねまあそういう事件がありましたまあこの長い年月の中にこの3件まあその後はあは安倍さんの事件もありますけれど それれを入れて4件ですかね、えー、こういうことがまあ起こっているわけですが、うんまあ、政治的なテロというのはちょっと区別してね考えなきゃいけないかもしれませんが、まあ、日本でも銃による犯罪というのはまあ起こりうるんだとあの、うんまあ、一般の人の間でのこういう事件ですね。はいで まあ、日本これ日本人と銃の関わりっていうのは、ね、歴史であの種子島からあの話が始まるわけですけれども急速な勢いで日本で普及して、えー、もう戦国時代の戦闘っていうのはあのまあ武田の軍団 みたいな話も、ね、もちろんありますけれども基本,基本的にあの武田軍もあの銃で武装してるんでねどうやらそう,そうらしいのでもちろん騎馬隊はいるんですけれどあの信長ほどは重視しなかったんだろうと思いますが、えー、基本的に戦国時代の戦闘は もう銃によって行われた。いうことのようですね。いまだにその古戦場から銃弾が発見されたりとか。まあ、あの火縄銃ですから。あの、まあ、丸薬みたいなもの。ですか丸い玉のようなものですけどね。まあ、そういうことがあります。で、やっぱりこういう事件が起こるたびに、その規制を強化すると。 いうことが起こるんですけれどあのね日本みたいな社会でその猟銃をまあこれ一種の,あのスポーツのねあのクレー射撃とかそういうのはまたちょっと別だと思うんですけど。 その規制のあり方っていうのはやっぱりちょっと考えた方がいいんじゃないかなと思いますね。あのやっぱりカンカンになって怒った人が家,家に帰って銃を持って帰ってくるっていうそういうことが起こってるわけですね。2010年もそうですしだから2023年もそうなあ今今年のねこの事件もそうなわけですよ。で この人じゃなくて2010年のケースではしかもこれやっぱ家庭内暴力のことがあってでこの犯人はその段階でえまあどこがいるのか分からないですけど公安委員会かなんかでそのまあ警察だと思いますけどそのチェックされるわけですね。その時にまあ奥さんが、えー まあ「大丈夫です」っていうふうに、まあ、あの言ったことで銃を持ち続けたんじゃないかというふうに言われているそうだとすると、うん、まあその奥さんがそういうふうに言ったのはそもそも自由,な自由に気持ちを表現したのかどうか分かんないところもあるじゃないですか。うん、なのでやはり銃を許可するということに関しては。 えー、せっかく日本でこれだけねあの厳しくやってきてるんで、えー、やり続けるあるいはもっとあの抜けがないようにすると <laughs> いうことが必要だと思います、まあ、アメリカなんかだと、まあ、ものすごい話がねいっぱい一番大勢の方が亡くなったのは2017年ですねこれ調べてみてあもうそんなに経つのかなと思いましたけど6年前。 ラススベガスでカントリーのフェスティバルをやっている会場の隣に立っているホテルの32階のスイートルームから、えー、自動小銃化したまあ半自動小銃っていうんですかなんか部品を加えると自動小銃みたいになるんですよね。それ,でそれ2丁その他で、えー、全部で60人の方が亡くなったと。 いう事件がありました、まあアメリカはもう、えー、銃の数死が2億何千万っていう国民一人ずつ,ずつみんなあの大体みんな一兆ずつ持ってるみたいな感じですよね。<laughs> うん、まあそれがなかなか <coughs> 規制が強くでき強い規制がはまらない。 理由ももう散々言われてるんでえ繰り返したりしませんけれどもえっていうことはありますまあなんかえ変な連鎖反応が起こるのが怖いんでまあおそらく公安委員会は全国のまあ都道府県の公安委員会がその元に管理しているはずの銃のチェックをまあおそらくするんじゃないかと思いますが。 えー、そういう事件、えー、まあ動機その他についてはそのうち何か出てくるんだろうと思います、えー、っていうところでございますね、はいえー、たくさんネタがある場合には早めに終わったんですけど <laughs>、えー、あそうかこっちで話すつもりじゃなかったんだよねうんそうそうそうあまあ 多分これはあのジャニーズ関係のことはまた来週にでもお話ししようかと思います。あのジャニーズ関係のことを話す場合に、まあテレビの世界に少々長くいて、まあいろんな経験をした中にそのテレビ局にとってまあ重要なまあプロダクションとかえまあそういうあれですね。あの 人気のある人を供給してくれる芸能事務所のようなものがどんだけ大事かっていう話なわけですけれどまあなぜそういう構造なまあ他ににあ一言で言っちゃえばコマーシャリズムなんですけれどまあそれによってまあテレビというのは報道機関としてやっぱり決定的にちょっと。 問題を抱えているメディアだということをちょっと申し上げなきゃいけなくて、えー、昨今の <laughs> 例の政治的公平運動に関する話も当然そこに入ってきますしまあ、あとセンセーショナリズムというべきか、えー、まあびっくりするような話には飛びつくんだけど社会的に意義のあるテーマにはいろんな忖度をした結果、えー 無視しちゃうと <laughs> いうこともまあ,あるということをまあ多分言うことになると思います。まあその前に自民・公明の話ももしかしたら進展してるかもしれませんね。とい,いうところでえ本日の1曲目にん。どれどれ画面。 ああ <laughs> <ま>しまた <laughs> えーとそうですね今お話したところの一部分に関して、えー、いつものとおりマグマグから出させてもらってます私の2つのメールマガの中に反映させたいと思いますので、えー、話すよりもうちょっとまともなあの <laughs> まとまった話になるかもしれませんが、えー、もしチャンスがありましたらご覧になってみてくださいよろしくお願いいたします。